トゥコージー・ラーオ・ホールカルは、インドのマラーター同盟、ホールカル家の当主。1723年、トゥコージー・ラーオは、ホールカル家の一族タヌージー・ホールカルの息子として、生まれた。1755年頃、ホールカル家の未亡人だったアイリア・バーイー、ホールカルと結婚した。1766年5月、ホールカル家当主マルハール・ラーオ・ホールカルが死亡し、 当主位を継いだアイリアーバーイーの息子マーレーラーオ、ホールカルも翌年4月に死亡した。これにより、トゥコージーラーオは、ホールカル家の当主である妻アヒリアーバーイー、ホールカルの共同統治者となったが、彼は、ホールカル家の軍総司令官として働いた。また、トゥコージーラーオは、ジャートのバラトプル王国に攻撃をかけ、1773年にはバラトプルにまで攻め入った。後 バラトプル王国は、ホールカル家の同盟者となった。1777年には、第一次マラーター戦争で、イギリス軍を破り、ペーシュワーにより、カーンデーシュとブンレールカンドの地を与えられた。後年、トゥコージーラーをホールカルは、プネーの最上府に滞在し、1784年6月には、その指揮官として、マイソール王国のティプースルターンとがジェーンドラガドの戦いで争っている。 この時期、シンディア家のマハーダージーシンディアが台頭してきたが、トゥコージーラーオは彼と幾度かの戦いを行っている。1797年1月29日、トゥコージーラーオホールカルは、長男カーシーラーオホールカルに当主位を譲り、8月15日にプネーで死去した。ありがとうございます。